今日はサウスインディアンフィルターコーヒーを外に飲みに来ました。ここのお店は、こちら30ルピーになります。日本円で60円しないぐらいですかね。気軽に飲めてしまうので、ついついコーヒーやチャイ飲んでしまいます。では飲んでいきたいと思います。はい、では今から飲んでいきます。こういう感じでコーヒーが来るんですけど、まだうまくなかなかできないですけど、ちょっとやってみます。ちょっと慣れない手つきですけど頑張ります。すごい、あのインドのこちらのお姉さんたちはですね、お兄さんもですね、皆さんすごい上手にサササってコーヒーを移すんですけど、まだ私は慣れてないです。ただこうするとこうチャイ作る時と同じように空気が入っていい感じにこう冷めて、あまり熱すぎず冷めていくんで飲みやすくなります。あと砂糖とかが下に沈殿していることがあるので、こうすることでうまく全体的にこう混ざるっていう効果もあるそうです。いろんなミールスのお店に行くんですけど、こちらのお店は本当にあの店員さんがすごいフレンドリーで、あの動画のことも伝えたらぜひぜひ撮ってくださいって言ってくださって、とてもいい場所だったので今回動画を回しています。あのリンクを備考欄に貼っておくので、ぜひ店内にいらしたらこちらのお店に来てみてください。あの店長さんに聞いたら、まだあまり日本の人は見てないとおっしゃってたので、ぜひぜひ、来てくださいね。フルミールスでだいたい100ルピーだったので、日本円で200円しないぐらいで、もうご飯もあのおかずもたくさんあって、和田もついて満腹です。ありがたいことですよね。じゃあコーヒー飲んでいきます。うん、甘いけどね、美味しいです。だいぶカフェイン摂取毎日していますが、まあいいかな。あと糖分の取りすぎには気をつけたいと思います。では今日も見てくださってありがとうございます。また会いましょう。 See you. シャタン。ポジュアレン。